こんにちは。ここは高知県室戸岬です。これが、中岡慎太郎像ですね。じゃあ海の方に出ていきましょう。で、これが室戸岬なわけですけれど、いやーすごい、こんな本当にもう高知県の一番端っこといった感じです。でもこっち側の一番ね、先っぽっていうのは本当にここの室戸岬です。ちなみにあの上にあるのあれがね、灯台です。でね、やっぱり岬の先端のね、このもう岩がねいっぱいあるっていうのが、まあここの印象的なところなんですけれども、意外とね海が穏やかかなと思ったら、そういうわけではないですね。結構やっぱ岩がゴツゴツしてる感じがあるので、やっぱり波屋が穏やかになるということはないようです。現在一番思ってることは寒いってことなんですけれど、やっぱりね、ちなみにバスかなんかですが、バスでですね、行くことができます。あのジオパーク行きとかね、そういうバスで行くことができます。まあ運転手さんに室戸岬行きますかって言って、行きますって言ったやつが行くんですけれど、まあ別に本数はまあ少ないですけれども、本当に異常に少ないってことはなくって、まあいい感じな感覚で、まあいい感じに運転されているので、まあ駅とかそういうところからだったらまあ約1時間ぐらい、ですから行きにくいってこともないですけれども、逆に行きやすいということはないですね。で、やっぱりこの波がすごい。やっぱこの波岸ブロックがないですよね。ね、そういうのがないんで、もう岩にね、思いっきり波がかかってくると。いた感じになります。
じゃあね、戻りましょうか。もう一回ね、中岡慎太郎像をね、見ていこうかなというふうに思います。って言っても、まあ見えてるか、そこにあれですよ、中岡慎太郎像。中岡慎太郎像ね。お土産どころとかね、お土産とか観光案内所もまあ近くには併設されてありますが、今の時間帯はやってみません。まあ、こんな感じで室戸阿南国定公園、今いるのがここなんですけれど、ナハリがここら辺でとか大体の位置がね分かりますね。東洋町って書いてありますけれども、まああっちの方が観音浦の方で、でこっちがナハリ秋ですんで、それではこんな感じでした。以上、室戸岬でした。ご視聴ありがとうございました。